2024年3月29日、プロ野球が開幕した。昨年、38年ぶりの日本一となった阪神タイガースは、連覇を狙い、強い決意のもと、シーズンに入っていった。ところが開幕戦で、スタメン9人、全員が負傷離脱するという、前代未聞のアクシデントが発生。それ以来、チームは絶不調に陥ってしまった。開幕50連敗のプロ野球記録を更新し、ファンや関西メディアは連日、タイガースをボロクソに批判した。こうした事態を打開するため、経営陣と首脳陣は、緊急補強を決断。主力選手や球団スタッフのほとんどをクビにすることで、費用を捻出し、積んだ門外野手の獲得を発表した。年俸300億円、プロ野球史上最高額となる、超大型契約だった。ズンダモン選手はキューバ出身の28歳、NPB はもちろん、メジャー経験もゼロ。それ以外の経歴は、一切が不明だった。極端に情報の少ない、謎の外国人の補強に、ファンは激怒した。監督、なぜ佐藤や中野を切って、わけのわからない外国人選手を獲得したんですか？勝つ気がないんですか？ふっふっふ。皆さん、落ち着いてください。試合になればわかりますよ。その理由が。なぜ笑っていられるのかわかりません。ズンダモンは、そんなにいい選手なんですか？まあ、控えめに言って、大谷翔平9人分の価値はあると思いますね。なんだって？ふっふっふ。今言えることはここまでです。皆さん、甲子園でお会いいたしましょう。にやり。ズンダモン選手の情報は、チームによって、徹底的に管理され、本人は記者会見を行わず、練習映像も、すべて非公開となった。ファンは不信感を持ちながらも、もしかしたら、すごい選手なのでは？と、一縷の望みに欠けるようになっていった。そうして、運命の日がやってきた。開幕60連敗で迎えた、ホーム戦。ズンダモン選手は、1番、ライトで初出場、初スタメンだった。くっ、こいつが話題のズンダモンか。一体どんな選手なんだ？正直怖いな。だが、だからこそ、強気に攻めていくべきだろう。初球はインサイドに直球を投げ込んで、のけぞらせてやる。年俸をどれだけもらっているか知らないが、日本の野球をなめるなよ、ズンダモン。けいや。しまった。力みすぎて、すっぽ抜けた。危ない。のだはぁ。わはーん。痛いのだ、痛いのだ。ぶつけられたのだ、わはーん。痛いのだ、痛いのだ。ズンダモン選手は初球にデッドボールを受け、負傷退場となった。検査の結果は手首の骨折、全治3ヶ月の診断が下された。ズンダモン選手は母国での治療を希望し、キューバへ緊急帰国した。そうしてその後、球団は彼と連絡が取れなくなってしまった。帰国途中で行き先を変え、アメリカに亡命した。という噂も立ったが、真相はわからない。いずれにしても、ズンダモン選手は、二度と日本に帰ってこなかった。バットを試合で一回も振ることなく、ズンダモン選手は、チームを退団した。